おお、どうしたどうした、こうやって見るとお尻プリプリやな。あわよ青に、あわよ、どんな気持ち、今どんな気持ち、ねえねえ教えて、ねえ教えて。どうもシャックです。今日も青に3続きやっていきたいと思います。前回は通路の鍵を取って終わったかな。なんか変な目玉がめっちゃついてる鬼になんか追っかけられて終わったんだよね。で、この通路の鍵どこだろう。これいつかこれ解放されんのかな。ちょっと追っかけられたい気持ちもあるよねこれ。で、こっちはなんか壁画青鬼が来るから、違う、壁画じゃねえや、絵画青鬼が来るから、どっかで開けられるんじゃないかなこの鍵。ちょっとね、時間が経つと忘れちゃうもんで。ここだ。あれ、え？勝手に使われたぞ。ガチャも何もないよ。どういうことやねん。今、どこで鍵使ったのかわかんねえや。とりあえず、ここ閉まってたよね、俺の記憶では。とりあえず、行ってみよう。石がいっぱいですね。お、これはいけるんとちゃうのこれ。押せねえわ、これ。あれ、これ押せて、落とす。で、自分は落ちない。え、この下の階ってなんだ？どこだっけ？この階、この真下ってどこだ？おっと、待ってや、なんでや。待ってや。ちょっと待って。落ち着け。落ち着けは、回避できる。こんなとこで、やられてたまるかよ。あ。あ、よかった。一番右か。あの、絵画鬼がなんか関係するのか。来たー。来ましたぜ。で、ここ行くと。そういうことか。こいつ何なんだろうって思ってたわ。イエーイ、どうした、何なんだ、それは。おー、どうしたどうした、こうやって見ると、お尻プリプリやな。あわよ、青鬼。あばよ。どんな気持ち？今どんな気持ち？ねえねえ教えて。ねえ教えて。よし、電源コード見っけだと。ここは、ただ、なんか、優しそうな、青鬼たちなのかな？さてさて、ここに、これを設置して、あ、違う。画面何か表示されてる。4713-2234。え？アングルだ、アングル。え？規則性がわからん。4713-4736-9。わかったぞ、こりゃ。12。で、足す15だから。はい。読めた。49。これで合ってっかな？来たー。あれは、3の倍数で上がっていったのを足していけばいいんだ。説明難しいな。おい、ちょ、待って、なんだこれ。え？なんだこれ。急になんかボスっぽいぞ。あれ？もしかして青鬼に押させる系だ、これ。押しなさい、ほら。おぉ。あ、じゃあ余裕じゃないこれ。ほら、急いで。あ、それは押されないんだ。それは押されないんだね。急に速くなったりとかやめてよ。ちょ、待って。でも、よそ見しちゃった。よっしゃー、やっていこうじゃないか。こっちだぞ、青に。ほら。こっちだよー。そう、そこ。学校。ボタン押されたようだ。よーし、次は明日行こうかね。はい、お次はここだよー。急いで。めちゃめちゃ遅いじゃん。え、上から来るんかい。上から来るんかい。まあ、いいでしょう。学校。次は3。
ここだ。ちょっと、もうちょい上に行けないか、あなた。ああ、いいよいいよいいよ、その調子、その調子。え？なんか、なんか現れたん現れたんよ、現れたん。ちょっと、おそれでも押されんだ。次、ラスト。そう、それ。オッケー。いや、消えるのどういうこと？消えなくてもいいでしょ。そっから逃げ切ればいいじゃん、別に。お、みんないる。え、増えてる。二人とも、無事だったのね。さっきも無事だったんだね。本当によかった。ところで、この人たちはどうしてこんなところに？わからないわ。話を聞いてみたけど、みんな気づいたらここにいたらしいの。何かがおかしいな。いやー。いやー、どういうこと？なんでピエロ一人だけなんか違う？まずい！うわ！スクワットしてる青鬼も出てきた。ちょっとスクワットし続けててええのに、もうみんな全滅？もしかして。カイガー青鬼、それ外せ？何？頭突っ込んでそっから取れなくなったから、そのまま一生そのまま生きていく感じになっちゃった？逃げ道がないぞ。あ、終わった。徹夜や短。地下では大勢の人々が青い化け物から逃げ回っていることが分かった。しかし、そのことが地上にいる人たちに知らせることはなく、その後、彼らの姿を見た者は誰もいなかった。いや、謎は深くなるばかり。誰やねん。先生か？終わっちゃった。終わっちゃったよ。